安藤忠宏3月9日から2010年4月30日は日本の政治家。高専第16代宮崎県知事。宮崎県斎都市出身。宮崎県立妻高等学校、宮崎大学学芸学部卒業。1964年に宮崎県に入庁。総務部人事課長、商工労働部長などを歴任。 1998年には県庁を退職し、翌年の宮崎県知事選に出馬するも落選。2003年には自営業者や主婦層を支持基盤とした草の根選挙を展開し、前知事の後継と目されていた民主、社民推薦の牧野俊夫を破り初当選を果たした。2005年10月には公約通り、副知事に元体操選手の坂香代子を起用した。 2006年11月に発覚した宮崎県、関西談合事件の責任を問われ、12月1日、県議会が知事の不信任決議案を賛成40票、反対なし欠席2人で可決した後、事件への関与を認めることになるとして、一旦は議会を解散させず自らも辞職しないという方針を表明したが、その後辞職の意思を表明し、12月4日で知事職を辞職した。 12月8日、強売入札妨害容疑により、宮崎県警に逮捕された。裁判では12審で、懲役3年6月の実刑判決を受けて、上告していたが、2010年4月30日午前3時45分、アクセリンパシュのため入院先の県立宮崎病院で死去した。69歳ボー後継の知事となった、東国原秀夫は、自身のブログにて、 関西談合事件での逮捕等もあったが、県職員として、また知事として、県政発展のためにご尽力をいただいた。その後功績に対して、心から敬意を表するとともに心からご冥福をお祈りしたい。と述べた。そのまんま、日記、2010年4月30日、皇帝駅からアメーバブログ。ありがとうございます。